プローラーはクライスラーが製造し、当初はプリムスブランドで2001年からはクライスラーブランドで販売したスポーツカーである。プローラーは1993年1月デトロイトオートショーでコンセプトカーとして発表されたクライスラーハウラーがほぼそのままの形で販売されたモデルである。スーパー7を彷彿とさせる。 ロードスターボディの車体でアルミスペースフレームのシャシーは専用に作られた。そのデザインは往年のホットロートスタイルそのものであり、先端に鋭く絞り込まれたボディと独立してタイヤに被むるサイクルフェンダーに加え、前17インチ、後20インチの両ホイールとロープロファイルワイドタイヤがおごられ前傾姿勢を強調している。動力系統は クライスラーの上級車種に採用されていた3.5リットル V 型6気筒サイチェシーエンジンを縦置き用に改良されてフロントに搭載された。当初は 214PS と排気量の割に非力だったが最終的に 253PS までパワーアップされた。1.3トン以下というボディのおかげで0から400メートル、加速が14.9秒。 最高速度時速 235km を発揮する。ボディカラーは全部で11色もあった。純正オプションでトレーラーが選べたことも大きな特徴であり、大半の顧客が購入したと言われている。1997年に発売開始。初年度販売は450台。2001年まではプリムスプローラーとして発売されていたが、 プリムスブランドの廃止により以降はクライスラーでの販売となった。2002年に最終モデルが発売され、専用のキャンディーディープレットに塗装された300台限定のものだった。元々の販売計画自体が5年間の限定生産だったこともあり、総生産台数は11,479台となっている。ありがとうございます。